鹿児島本線と肥薩線、そして肥薩オレンジ鉄道の乗り換え駅八代、九州にも SL が走っているんだ。熊本から鹿児島本線を走ってきた SL 人吉、この駅から肥薩線に入るんだ。人吉の人吉って？人吉は肥薩線にある途中駅で温泉地として有名なところだよ。58654、これは8620型の SL だよ。 C とか D とかついていないわね。8620型は今からおよそ90年前に作られた SL で、その頃はまだ C とか D という形式はついていなかったんだ。なるほど。8620型は86と呼ばれていて、日本で初めてたくさん作られた SL なんだ。全部で687両作られたんだよ。そんなに？じゃあその後に作られた C57 型や D51 型の先輩ね。そういうことだね。出発進行。まもなく線路は左右にブレーキします。 SL 人吉はこれより左側の線路を進み、本日の旅のハイライト、球磨川を遡る100年メール肥薩線へと。肥薩線に入ったよ。肥薩線は熊本県の八代から鹿児島県の隼人までを結ぶおよそ 124km の路線だよ。SL 人吉は3両編成。2号車はビュッフェだよ。1号車と3号車は展望車だよ。楽しそうね。